食をお見せいたします。で、一本取りをやってみましょう。このようにですね、接したときに相手を崩します。はい、もう一度。はい、逆腕取り。最初に相手が胸をトンに来たときに、この接する瞬間にですね、相手を崩します。顎を入れて、肘を入れて崩します。車同士。接した時に全てを崩します。ですから間違ってもですね、はい、こういうふうには絶対にやりません。接した時に相手を崩すんですから入ります。もしくは間に合わないときは、すべてですね、接したときに相手を崩します。はい、もう一度。ちょっとこうなりましょうか。はい、ですよ。はい、接したゆっくり来てください。接したときに相手を崩しますから、相手をこういう相手の用がですね、プラスの相手の用をですね、自分の用をプラスします。で、崩します。はい、どうぞ行ってきて。接した時に相手を崩します。これが一箇条の大きな特色です。特徴です。次は二箇条の技をやります。はい、二箇条正面打ち、関節技を攻めます。こういうふうに関節を攻めます。それから手刀攻め、おりゃ、こういうふうにですね、関節を攻めるのが二箇条の大きな特徴です。三箇条というのは十字受けをします。これはさっき一箇条とちょっと矛盾するんですけども、相手の攻撃を止めてしまいます。止めてすぐですね、止めて当然相手の攻撃が来ますので、すぐさま巻き爪に入ります。その時当然巻き爪に入りますので、相手の腕が直角になるように持ってきます。かかとが上がります。これが三箇条の、三箇条はすべて、はい、十字受け、はい、十字受けから、十字受けから巻き爪に入るというのが三箇条の特徴です。はい、四箇条は、さっきは三箇条はこういうふうに避けましたけど、一箇条は今度は腕が逆になります。さっきは右手が上、左手がこういうふうになります。四箇条はこういうふうになります。右手が上を向いてこういうふうになります。こういうふうに受けます。内脈に入ります。内脈に入って、内脈に入ります。内面に入って、そのまま、これが四箇条の特徴ですね。はい、五箇条は指を攻めます。こういうふうにですね、もしくは四箇条の技なんですけど、五箇条に匹敵する技もあります。あったったった。これもこの指をこの腕関節で攻めております。あっ、はい。このようにですね、それぞれの、はい、ありがとうございました。それぞれの箇条に。